はい、ここにですね、まあ、僕が、まあ、失敗したなとかミスったなっていうところをねちょっと振り返っていこうかなって思って、早速一つ目見てみますか。じゃあやっぱ僕がその最初のポンって言われるきっかけとなった出来事っていうのはやっぱあるんですよ皆さん。やっぱ物事にはやっぱね全て起源っていうのがあってそう、その起源がね僕は初配信なんですよ。はい、じゃあいきますよ、初配信出します、ね、まあ、4分、この辺かな。よそ4分、俺が4分で俺はポンって言われることになっちゃったんだよね、まさかの。記憶上では最近言ってずっと俺だけじゃないかなっていう、そうなんかインナー着てるんだよね俺。今と同じだね割と。いい感じでしょ、声変わってないね。まあということで、まあ見た目の話はねまあもう話したんで、次自己紹介早速いこうかなって感じなんですけど、おい全部見せ、おいおいちょ待って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 、ちょっと待って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 、全部見せちゃった今。おいおいや、すべてはここから始まったんですよ皆さん。すべてはここから始まったんです。これはもう完全に確認不足ですね、もうまさしくすべてはここから始まりました。はい、まあ、ということでね、次の配信がですね、お悩み解決のやつですね。まあ、これもね、よくね、なんか切り抜きとか僕、上がってんの見ましたよ、僕。こんな恥ずかしいところ切り抜くなよって本当に思ったんだけど。最初見たのですが、うわ、めっちゃ好きな声でかっこよとなり、推してと、デビューまで応援してと思ったのですが、今からでも入れる保険ってありますか？初配信をリアルタイムで見れなかったことが悔しくて推しにしていいのって悩んでます。これね、あのね、分かってるんですよ、僕。あのね、これ背中押してほしいだけなんですよこの方は。これね本当に、いや、これ本当にやっちゃったんだよな。これで終わり、もう言うことはこれだけ、これ背中押してほしいだけなんですよこういう人は。そうこんな偉そうなこと言ってるのに、偉そうな言ってる、ただもう、ね、言ってる、偉そうなこと言ってる中やっちゃったんだよな。欲しいだけなんだよね。そう、もう、ね、これはもういいんです。待って出るんじゃないよ出るんじゃないよお前、出るんじゃないよお前は、せめてミュートして出てはいって、もう普通に怒られました。はい、いやそんなね、もう何やってんだとかじゃないけど、まあね、そうですね、インターホンの時はちゃんとミュートしましょう、うん、確かにいいんだね、なるほど理解しました、勉強になります皆さん。次、否定から入るとこれ一番聞くまであるかもしれない。そうだよ、うん、一番聞くまである。否定から入るとこが一番ダメなんだから、最初にまず否定から入るみたいな、これ一番聞くまであるんだよな。一番嫌だ、絶対嫌、これはそう、それだけはしちゃいけない本当に。そうなんだ、でそう、あ出た、でもさ、でもさが一番ダメなんだから本当にでもさから入るやつね、うん、でもさ、なんていうん、ちょ、あちょっとやばい、今ナチュラルデモ、待って、やばい今ナチュラルデモさんいただきました、今のはマジでやばいナチュラルデモさんいただきました。違う違う、今のは違う、今のは否定じゃないじゃんね、今のは否定じゃない、ね、今のは違う、そうなんだよね、これ否定じゃないんだよ、うん、否定のデモさじゃないんだよね、そう、否定のデモさじゃないんだよ、うん、いやでもな、でもさみたいな、そう、否定のデモさではないんだけどね、まあでも良くないんだよねこのデモさが、うん、これが良くないと、いやほんと反省しております。デモさと言わないように、まあ尽力していこうと思いますこれからは。はい、